J リーグ YBC ルヴァンカップファイナル審判の前に両チーム選手の入場です。
ご予算をお持ちいただきまして、説教に拍手で答えを申し上げたいと思います。また、立ち上がったり、座席を移動したり、着席のままにお待ちください。競争する準備が整いますので、今しばらくお待ちください。優勝チームの表彰です。2020JPYPCバックアップ優勝はサンフレッチェ広島です。先ほど弱いチームの優勝しましたサンフレッチェ広島バックアップファイナルシーズンの準備制よりメダルが披露されます。山崎ビセット株式会社代表小島屋志郎ビーチの新焼きそばよりルヴァンカップが授与されます。山崎ビセット株式会社代表小島屋社長飯島新焼きそばより優勝賞金1億5000万円が授与されます。最優秀選手を発表いたします。 MVP はサンフレッチェ広島ビエロス・ソテリウス選手です。ビエロス・ソテリウス選手は山崎ビステップ株式会社代表小島屋社長飯島新焼きそばより MVP 賞クリスタルオーナメント。賞金100万円、山崎ビスケット社製品1年分が授与されます。
サイン入り大会公式となっております。このままどうぞお楽しみください。